皆さんこんばんは。勇者でございます。いつもありがとうございます。ということで続き参ります。ロマサガ3です。はい、7時間24分イルミントンからスタートします。さあ、トレードばかりを前回はがっつりやりましたので、ちょっと今回は真面目に進めたいと思います。で、トレード期間中以外はこんな感じでトレードのエージェントに喋りかけても何も起こらないので、まあ、問題なくやれるということですね。シナリオを優先するってことですね。どうしましょうかね。ちなみにトレードはもう一回いずれやらなければいけない時が来ます。まあ、それはいい、まあ、いいとして、さあどうしましょうなんですよね。まだまだやることはいっぱいあるし、とりあえず順番にやっていきましょうかね。よっしゃ。じゃあ、依頼を忘れてたので、ここ行き取らんといきましょうか。ここっすね。ここで確か依頼を受けないといけなかったはずですよね。ちょっと待って、その前にピドナ行こうか。武器がそろそろ完成してると思うからピドナ行きます。まあね、この辺ちょっともうほんといろいろやることあるんで、頑張っていろいろやっていきますね。もうマルチにこの展開が広がっていくので、魔王伝もね、一回ね、奥まで行っときたいんですよ。だから、まあ、もうちょっと頑張って、魔王伝も、行きたい。先に、でも、ヒドランと行きますか。魔王伝先の方がいいかな。魔王伝先の方がいいかもしれない。魔王伝もせっかくヒドラン来てるんで、魔王伝行きますわ、じゃあ。まだ開発中です。ダメ。正直、メンツ的にね、ノーラが余計なんですよね。仲間にしたいのはゴイゴイのおっさんなので、ちょっとヴァンガードのイベントを進めるか。はい、ヴァンガード行きます。ヴァンガード。ヴァンガードどこでしたっけ？違うところでも音が鳴ってる。大丈夫。はい。ヴァンガード。はい。やることいろいろなんですけど、まあ、なんていうか、いろいろやれるとも言いますよね。どこかから小さい音が鳴ってる。まあいいか。よし。あのね、ヴァンガード確かほらトレードやってる最中になんかイベント起こってましたよね。そういえばなんか確かフルブライトはね、そうちょっとゴイゴイじゃないんですよね。フルブライトちょっとゴイゴイさがちょっとだけ欠けるっていうか、なんでしょう、ちょっとほらインテリじゃないですか。あんまりその頭のいい感じが嫌なんですよね。さあ来た。今夜も出るかな。イベント始まりました。来たぜ。アベックを襲いよった。ああ、違う。トイレかよ。寝る前に言っとけよな、まったく。詩人こら。詩人こら。来てる。来てる。甘いぞ。ぶっ殺す。うわ、強そう。めちゃ強そう。こっちはでもいろいろ持ってるから。フォルネウス兵。いいね。まあまあ。チリ倒しましょう。ネクシャッ。
そんなに強くないとは思います。ほら、ウンディーネとかに比べたら楽勝だと思いますね。あいつらがちょっとね、早く色見すぎてるんで、完全に奴らに比べたらもう全然余裕。よし、弱い弱い、全然弱いわ。そうそう、あの殺人事件があったところですね。よし、一撃死、即死不要。 OK、 もう楽勝楽勝。まあさすがにちょっとあのほら、井戸の中、精神と時の部屋と言われてるあの井戸の中でね、だいぶ頑張りましたんでね。あのオーバーハンとホストの方がよっぽど強いですね。よし、倒して、で、どうするんやったっけな。フォルネウス兵って書いてある。フォルネウスっていうやつの兵なんですね。怪しい。もうジジイの下めっちゃ湿ってる。フォルネウス兵に襲われた？なんてことだ。どうやって街を守ったらいいんだ。動かそうぜ、ヴァンガードを。西欧はフォルネウスと戦うためにヴァンガードを作ったんだ。うむ、できるだろうか。君はもちろん協力してくれるよね。え、なんか、くれるよねって、なんかジジイ。喜んで、金だ。金だ。では3000出そう。協力しよう。まずヴァンガードの内部へ入らねばならん。どこから？わからん。まずはそれからだぞ。ここやん。絶対ここ。絶対ここ。湿ってんもん、もうなんか。どうだね、入り口は見つかったかね。そこやろ。絶対ここやもん。なんかフラグを立てないとあかんっぽいですね。どう見てもあの下湿ってんねんけど。情報を聞きましょう。マスターはイルカが大嫌い。特別なことは何もない。ケーキぼちぼち。ここの親父は昔どうしようもないワールでな、それが強くなると金まり良くなった。まあこの親父がイルカ像を売り払ったことはほぼ確定なんですけども、ちょっと情報を集めて。ヴァンガードの主張は自分のことをキャプテンと呼ぶ、つまり船長だと思ってるってことですよね。だから間違いなくあそこなんですけど、もう始末しろよ。始末したってくれよ、この部屋もう。売り物にならんぞ、あんな状態でほっといたら。ヒントはなさげかな。ヒントないっすね。ノーヒントで行くのかな。ダメだぜ、どこにも。来た。キャプテン、足の下。なんだね。親何かな。知ってたやろ、絶対。こんなところにあったとは、さすがの私も気づかなかったよ。いや、絶対知ってた。絶対知ってたと思う。え？敵出るの？敵出るの？あ？スパイダーがおるな。え？なんかちょっとダンジョン、え？こんな感じやったっけ？すごいダンジョン感。え？マジか。宝箱とかもありますね。一度戦ってみます。一応一回戦ってみます。そうです。ブラックを封印することで得た大事な大事なイルカ像ですね。ブラックを永久に封印しましたからね、こっちは。ノーラ外したいなぁ。ちょっとね、ポールをね、ポールを入れてくれっていう、まあ、リクエストがあったので、ちょっとポールを入れたくて、ポールの入れ方がね、確かちょっとだけややこしかったと思うんですね。ポールっていう仲間がいるんですけど、そいつをちょっと入れようかなと思ってて、割とまあ、おっさんとまだ言わないんですけど、イケメンなんですよね。イケメン男性なんで、僕は好みのタイプなんで、それはちょっと投入してみたいなと思うんで、もう枠があんまないんですよね。枠が本当にもう、おっさんの枠がもう埋まってきてるんで、あんまりイケメンの、若いイケメンの子は目立つんでね、あんまりこのおっさんの中に入れちゃうと。KY な感じになる可能性はあるんですけど。あと、全体攻撃がやっぱり欲しいのよ。いや、もうレベル上がってるから楽勝やわ、これ。一応ね、お金もほら、トレードで、まあ安かったけど、それでも2万オーラももらってるんで、ちょっとね、装備を、
もうちょっと整えてもいいかなと思います。後でちょっと、もう一回ウィルミントンかなんか行って、装備を整えたいと思います。あ、皆さんこんばんは。ガラクさんこんばんは。ちょっと装備を、今、角兜取ったな。角兜。物理防御がちょっと硬くなる。いやー、ウォードとか外したくないけどな。まあでもね、もう入れたい奴が二人、もうすでにね、入れたい人が二人いるんですね。そうなるともう、知人をちょっと外すことになるかなーって感じ。どうしてもね、もう枠がね、まあ僕の計画ならですよ。なるべくばらけさせたいんですね、武器をね。武器をばらけて、せっかくやからいろんな武器見たいじゃないですか。まあ今、すでにノーラと、詩人がちょっと被ってる形なんですけど、できればね、あまり被った武器を使いたくないっていうのが一つあるって、なるべくそこ分散させていこうと思ってますけど、妖怪人間。いやもうこの辺全然話なら弱い。ポールはパーティーに女性がいないとすぐに仲間にならない。あ、そうなんですか。ノーラでも大丈夫ですか、女性は。ノーラのこの女性じゃない感、すごいですけど、この、ノーラでもいいのか。でもノーラはね、できればもう引っ込めたいんですよね。武器開発の方に専念していただきたいという気持ちがあるので、開かない。開いた。あ、もう明らかに落とし穴。明らか落とし穴。開かない。落ちる、わざと。わざと落ちます。わあ。まあ、どうせ弱いんで。それ、もっと、ハリーでも練習するか。ちょっとマスターする方向で、ジャストミードとかマスターする方向で。ハリーっていう言葉をね、ロマサガ3やるまで知らんかったです。ハリーってなんなんっていう、なんかダークソウルとかでよくパリーって出ますけどね。ノーラはやっぱちょっとね、役としては、女性役としてはかなり厳しい。どう見てももうね、まあ可愛いんですけど、一見可愛いんですけどね。僕はやっぱもう最近だと女性で言うと、やっぱもうミランダカーぐらいのレベルだったら仲間にしたいんですよ。もうミランダカーがちょっと可愛すぎて、ちょっと他の女性が全く目に入らない状態なんで、なんとかミランダカーと繋がる情報、ないですかね。はい、帰ってきた。罠に落ちてもいいことはなさそうか。あ、こんばんは。誰かミランダカーのメールアドレス知ってる人いないですかね。パリー K、 このパリーが出てここで極意を得てくれたら最高なんですけど、これがなかなかな。まただいぶべっぴんさんを、ミランダカーの可愛さ異常じゃないですか。これ落ちないと無理パターンか。またそんなこと言って、あ、そこはウンディーネで我慢するか。生命の大元だぜ。これ何やったっけ、生命の大元。このままでは使えない。はい、わかりました。これ罠落ちてきたところってこと。雲のギリ、
あかん。ミランダカーってなんであんないい感じの可愛さを持ってるんですかね。そうそう、ポールをね、ちょっと、ポールをどうしても仲間にしたいんですよ。だからポポ太郎、ポールの仲間に仕方をちょっと教えてください。ポールの効率のいい仲間の仕方があれば教えてほしいです。ポールは入れようと思ってます、本当に。入れたいやつが多すぎんねん。ただポールがあまりにもイケメンすぎたら、そう、パリーは受け流すやつです。ポールがあまりにもイケメンすぎたら外す。そこはもう申し訳ないけど、もうイケメンはうちのメンツにはいらんから、基本的には。最終的にはもうジジイと、老いぼれ、ジジイ、カレー臭のパーティーで行きたいと思いますので。ヒバのお守り。状態異常丸。重要なのはカレー臭です。カレー臭感が、クポ太郎の推しているポールに関してちょっとカレー臭感がない可能性があるんで、なんもなさそうやな。行きましょうか。あ、この雰囲気なんか覚えてるぞ。これ、覚えてるな。この雰囲気。ここ、あー、おうつ。耐え抜いた。そこは、はい、そこは教えてほしいです。ポールの効率のいい、仲間の仕方があれば、ちょっと教えてください。仲間にして使うかどうかはちょっと別なんですけど、確かポールってちょっと仲間にするのめんどくさかったと思うんですよね。なんかちょっと手順がややこしいっていうか、仲間になるけど、やっとかないと遅いみたいなやつじゃなかったでしたっけね。なんか仲間になるタイミングが2種類ぐらいあったような気がするんですけど、確かね。うわぁ、明らかにボス、セーブします。まあでも多分楽勝で勝てるとは思いますけど、一応セーブします。スイッチがここにある。階段が出た。動かへんなぁ。ビタ止まりしてますけど。まあまあ多分楽勝でしょう。まあ楽勝でしょう、ここは。え、こんな感じ？全然見た目となんかちゃうね。写真と見た目が全く違うね。まあいいでしょう。きっちり、きっちり倒しましょう。ねじ込みで。あー、フリーズバリアタイプですか。フリーズバリアの方ですか。弱い。もう話なら。これは弱い。でこいつらはだってもう井戸の中で戦ってたしね、一体一体に対したら。一体一体戦ってましたから。ぐん。切れてる。じゃあ。よし。音量系ですから、やっぱ十文字切りが決まるな。えから打った。でも素早さは早いね。素早さはなかなかのもんですね。スネークショット。女性含む5人以下でユーステロムの運び屋イベントを受けて野党相手にわざと全滅する。あ、了解。了解です。兄貴は下から2番目のキャラクターっぽい。あー、まあ確かにね。俺高校の時はすごいロン毛で、パーマー姿だったので、高校生の時は。あんな感じですね、見た目は。あ、でもあれか、高校の時はね、もっと細かったんですよ。どっちか言ったら、まあ、偽ロビン的な細さだったんですけど。いかつくなったのはね、大人になってからなんで。来た。来た。コクピット感がすんごい。よし。え？あれ？あれ？これでイルカ像じゃないか？イルカ像使うとか？イルカ像。あれ？なんか足りてないな、何かが。一旦戻りますか。
音楽が明らかに変わったから、あ、雑魚も消えてる。雑魚消えてますね。確かなんかあれやな、モーゼスの術師を連れてこないとあかんかったような記憶がある。確かイルカ像を置いてさらに術のパワーが必要だったような。ちょっとそれ行きますね。多分キャプテンが教えてくれるでしょう。ノーラが女性として認められてる、このゲーム内でノーラが女性として果たして認められてるかどうかですよね。はい、高校の時はロン毛でパーマーでしたね。高3の時ですけどね、高3の時はかなりもう肩ぐらいまでね、肩ぐらいは言い過ぎ、ごめんなさい、肩ぐらいは言い過ぎやな、ロン毛のパーマーですね。古い本を調べてみたんだが、コントロールルームの様子はこんなだったかね。うん、これよ、これ、あ、あー、違う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 、イルカ、イルカ、イルカ像、イルカ像があるな、あそこに置くんや。いや、イルカ像がないわ。いいえ、イルカはあそこに置けばいいのか。オッケー、じゃあ置きに行くぞ。イルカ置きに行きます。あ、こんばんは、ユンタンさん、こんばんは。キャラクターで、そうそう、あのね、ザリガニがおる、ザリガニ。ザリガニのやつがおって、そいつも一応ね、イン候補の一人なんですよね。ザリガニのやつ。田舎のジジイの言い方で言うと、エビガニですよね。またエビガニ取ってきたんかってよ、うちのじいさんが。エビガニ、エビガニってザリガニのことを言ってましたけど。まあ、その、エビガニ、自称ザリガニですね。ザリガニがね、結構体術で強いんですよ。俺そう、結構ロン毛というまでは言わないですけど、まあ、なんでしょう。長めの髪の毛でしたね。パーマー。それでパーマですね。で、この高校卒業した後金髪にして、なんて言うんですかね、あの、新宿スワンの主人公みたいな、金髪のパーマのなんか、なんていうか、ライオンみたいな髪型に一時期ずっとしてました。で、もう髪の毛の量が減ってきたんで、もうこれはいよいよあかんなっていうことで、モヒカンに切り替えるという、捨て身のスタイルですね。エビガニ。ブラックを生贄に、イルカ像をオン。ハーマンのターン。では玄武術師を集めてきたまえ。彼らの力を合わせてヴァンガードを動かすらしい。どこで集めたらいい？モーゼス。はい、もうここのモーゼスのイベント終わってるから速攻でいけるんじゃないか。速攻じゃないか。玄武術ですね。ウンディーネにお願いするってことですね。よし、ライオン丸、うん、ライオンっぽい感じの勇者さんはシャレオツですね。よく言われます。なんて言ってね。よく言われます、でも本当に。まあまあまあ、そこまでですけど、派手なんです、僕は本当に。もう、そうとか全てが。まあ、お会いした方なら皆さん、お分かりだと思います。ただね、こないだね、駅でね、まあ、同い年ぐらいの、同い年ぐらいのおじさん、おっさんじゃないですけど、今日は何のよ、ヴァンガードを動かしたいんだ、協力してくれないか、喜んで協力させてもらうわ。早速弟子の中からよりすぐってヴァンガードへ送るわ。サンキュー。こいつ優しい、優しい熟女。めっちゃ優しいっすわ。あんなにボコボコにしたのに。オッケー。あのね、まあね、なんやろ、このね、まあ革靴を履いてね、革靴でね、先っちょの尖った革靴でね、で、細いシュッとしたパンツ履いてね、ね、で、上にね、上がね、ウールのコートを着て貼ってね、ウールの、グレーのウールのコートを着て貼ってね、で、なんかマフラーをね、高校生が巻くみたいなマフラーをして貼ってね、
で、革のね、茶色のね、カバンを持ってはるね、同い年ぐらいの人を見たんですよ。で、あー、なんかその、小綺麗にしてはんなーと、小綺麗にしてはんなーと思う一方でね、その、それ俺できひんなと、市民は安全な場所に移動させました。バンガードを発進させてください。なんで全部俺がやらなあかんの？お前キャプテンちゃうんかよ。ボルカノの宝を取ってない。ボルカノの宝。ちょっと見に行きますか。ボルカノの宝。あれ、だからね、ああいう服装もいずれしてみたいなと思いますね。まあ、実はこの間、本当に東京行った時はスーツで行ったので、で、そのスーツがですね、またもう、結構スーツ、こだわりまして、すごい真っ青のスーツ。超真っ青のスーツで行きました。銀シャリって言われて、銀シャリほどじゃないと。銀シャリほどじゃないんですけど、まあ、紺の中でもさらに明るいみたいな。じゃあ、これか。円柱の皮だぜ。ガードリングだぜ。いいね。いいよ。いいね、いいね、いいね、いいね。ナイスです。そう、真っ青。まあ、青、かなり青ですね。だから、すげえ、なんていうか、青年実業家風というか。今日は何の絵だ？術を覚えるとかそんなのできんの？こんなんやらせてくれんの？金取んのかい？金取んねや。もう別にいいや。真っ青ですね。うん。そう、かなりチンピラチックにはなりましたね。正直、相当チンピラチックにはなりました。やはり。まあ、青ですからね。言うても。青やからね、結構、おっていう、こいつ、マジかっていうレベルの怖い感じがしますよね、どうせも。円柱の皮。こいつ、どんどん物理が弱くなっていくな。まあいいか。真っ青です。あ、いいと思いますか。まあよかったら、次、来ていきますわ、じゃあ。次皆さんにお会いするときは来ていきたいと思います。いやでもね、僕ね、昔ね、ゲーセン時代ですよ。ゲーセンバッティングセンター店長時代ですよ。その時、まあ会議があったんで、本社の方に行くんですけど、その時はスーツ着て行ってたんですけど、まあその時のまた髪の毛の色がですね、前もチラッと言いましたけど、金髪のこのラインみたいなのをズバーッと入れててですね、斜めに、頭を斜めに、髪の毛はそんな、それなりに長かったんですけど、長めの髪の毛に、ズバッと金髪のラインが入ってましてですね、太い。そのもういかついかつ状態で、スーツ着て、で、黒のシャツ着て、グレーのネクタイとかしてたんですよ。もうまたもうサービスエリアとかでもう人が寄ってこうへん。準備よーし。発進準備できんの？そんなんできんの？シンクロ開始。何これ？出力 50%。 出力 100%。動き出すよ。もう少しだ。大地の鎖を断ち切れ。あ、いるかや。出力増大中、20、40、150、最大出力です。大地の鎖とともに、過去の怨念とかも、そういう、ややこしい女とかも、もう断ち切れ。よっしゃー。これ住んでる人たまらんな。これ避難したとは言ってるけど、一応家あんねんけど、ああほらもう、ああ家流されてったで。これ住んでるやつたまらんで。これ何が起こってん、これ。
さあ、この音かっこいいですよ。ヴァンガードの音、ヴァンガード発進、ゴーゴー、どこへ行くヴァンガードで、よし、世界の果てにあるという島へ行こう。ゲイ、え、行ったの。現在位置 H+20L-40、 最果ての島へ。 BGM いいですね。これ最果て行った、最果て行ったのかな。よっしゃ行こう。全身入れずにして、いかつい、あ、そのスーツ姿がでしょ、スーツ姿がですよ。ほらほら、もううろうろしてるやん、ほら。すごいですね。本当に動いてますね。めっちゃ冷静やん。嘘やろ、ムツゴロウさんみたい。すごいですね。本当に動いてますね。すごいですね。こんな冷静な反応できるかな。完全にムツゴロウさん。しかし、ここやと。入れ墨はダメダメ。入れ墨はダメ。乗るかい？乗る。ハイハテの姉妹。もう、だってお風呂とか入れへんなるでしょ？入れ墨したら。来たよ！来た！ハイハテの姉妹。おほほ！めっちゃ歩いてる、めっちゃ歩いてる。フォルネウスが滝の洞窟に水流を送り込んできた。この島を破壊するつもりだ。ちょっと待ってね。仲間減らしてこようぜ。せっかくやったら。せっかくやったら仲間減らしてこようぜ。来たぜ。よし、ちょっと待って。仲間を削って、エビガニ来た、エビガニ。エビガニを入れようぜ、せっかくやったら。タトゥーね、タトゥーとかね、入れてみたいなと思ったこともあったんですよ。あったけど、やっぱりね、やめた。それは、それだけは、やっぱりね、なんかね、ちょっと抵抗あった。めちゃくちゃ小さいのやったらいいですけど、ちょっと、いかついのになると、本当になんかその、見た目で判断されすぎる要素になっちゃうんで、なんかスーツがいかついとか、体つきがいかついとかは、修正効くんですけど、墨入ってるとね、まず修正効かへんから、もう普通の仕事絶対できへんじゃないですか。我々のモードは玄武の水、水流には通じない。我々は海底球の場所を知っています。フォルネウスは口封じをするつもりです。ポイント H+-0、L-100 です。あー、なるほど。そこに行くってことか。はははは。私もヴァンガードに乗せてくれないかな。OK。入った、来たよ。